おーで始まいました。まちチ,チャンネルさあ今回はトイック対策絶対これはやれっていうことでですねはいトイックエッセンシャルズの中身をちょっとだけ公開したいと思いますはいパート5のね第1問の内容をお届けしたいと思いますねもう本当にサンプル動画くれサンプル動画出してくれて何回も言われてるのではいなのでリクエストにお答えして出したいと思います是非見てそして購入していただければと思います髪型が変なやつ好きばさみでね切るはずなのが間違ってす サミじゃない普通のハサミでズバッて切っちゃったその次の日ですはいではどうぞはいそれでは実際に問題解いていきましょうまずですね目ののけどころっていうのを意識しま,す、はい、でまあ自分自身は読む時間あるので全部読んでも終わるのでわってそのまま読んでいくんですけども時間がない人とか速度を上げたい人っていうのはまず選択肢からね注目するっていうのが結構大事になってきますはい で、選択肢見ると、どういう特徴があるか気づきますかコレスポンド、コレスパンデン、コレスパンデンスっていうふうに、なんか似たようなのが並んでますよね。そうです。単語似てるなーっていうのがわかります。この似たようなものが並んでいるのですね。こういうのを、品詞語形の問題っていうんですね。はい。品詞語形の問題っていうふうに言います。はい。品詞が変わっていたり、単語の形がですね変化しているやつです。だからこれ、 何しかわかりますそれぞれのこの品種ですね。何しかっていうのなんですが、そう、こういうのの勉強をしていかないといけません。品種っていうものから逃げることはできませんので、頑張ってください。はい。これとっても大変なんですけど、頑張りましょう。はい。まず、コーレスポンドって何詞かしか知ってますはい。まあ、レスポンドを知ってる人多いと思うので、コーレスポンド知らなくても。ね。この、やりとりするとかね、文通するとかね。 やつですか動詞です。うん。で、コーレスポンディングは何でしょうはい。コーレスポンディングは、その動詞の ING 形って言われるやつですね。まあ、ING 形っていうのには、いろんなものがあって、えー、例えば、ね、現在進行形とかってね、やったと思いますが、そういうのが出てきたりとか、同名詞とかになりましたね。分子とかね、うわーってなっちゃうかもしれないですけど、えー、逃げられません。トイックは、そういうのをきちんとやらなきゃいけません。はい。 で、えー、さらに一応ですね、こいつには形容詞もあるので、その動詞の ingk と対応する、相当するみたいな意味のですね、A、形容詞があります。あ、そうそう、えいって書くんですよ、アジェクティブって。そう、中国の人とか面白いですよ。日本と同じように品詞勉強するんですね。sv とかってやるんですけど、彼ら、k って言ったから、これにさ、意味が生まれちゃうじゃないですか、形容詞。日本人って k 丸って書いて形容詞を表すんですけど、彼らがえいって書くんですよね。漢字で書いたら意味を持っちゃうので。はい で、c o r r e s p o n d i n g っていうのは、これですね、ly で終わっているやつはですね、副詞になるので、もちろん例外もありますよ。例外もあるんですけど、基本的には副詞です。はい。ちょっと、adverb っていうので ,adv と書かせてください、今回は。はい。で、correspondence ですね、これは、このエンスで終わってるやつですね。エンスとかアンスで終わっているやつは名詞になります。はい、今回はナウンなので、n と書かせてください。はい。ね。 っていうふうになるんですよ、実は。はい。こういうふうに、あ、品詞がバラバラだとか、あ、語の形、V に ING ついてるやつ、原型と ING ついてるやつとかっていうので、品詞語形と言われます。で、この形の問題が簡単なんですよ。優しめです。一旦品種の役割と、その品詞がどの位置に入るかっていうのを覚えてしまえば簡単に解くことができます。だから、スッと即答することができるんですよ。ね で、しかも問題数が多いんです。簡単で問題数が多い。だから、パート5で一番最初にやらなきゃいけないのがここなんです。ここから逃げないでください。そう。品詞語形から逃げちゃダメなんですよ。で、じゃあ問題見ていくんですけど、Please include your full name and employee number in any 何とか was the administration department っていうふうになってるわけですね。文がバンとあるんですけど、あなたが見なければいけないところはもうここだけですからね。 エニーの後ろに置けるものは一体何ですかって言われて、はい。エニーの後ろに置くのは、名詞です。名詞はどれですかっていうふうに一瞬なんですよ。ね。だから、品詞語形の問題っていうのは、数秒で解くことができるっていうので、有名なんです。だこれだって5秒もいらないですよ。自分だったらこうやって見て、ああ、品詞がバラバラだな。あ、エニーの後ろが空いてる。はい、名詞おしまいっていうふうに、これ秒で解きます。 で、あなたがコレスポンデンスっていう意味を知らなくても、アンスで終わってる、これ、名詞だっていう判断ができるんですね。そうです。つまり、語尾も覚えていってください。はい。その品詞になる語尾っていうのも、ね、たくさん問題解きながらでもいいですし、まとまってるものありますね。それを見ながらでもいいので、覚えていくっていうのが大事になります。はい。わかりましたね。え、なんで、エニーとか、まあ、いわゆる、漢詞と同じ位置に入るやつ。まあ、決定詞っていう名前がつくんですけど、 ごめんなさいね。これちょっと専門用語で。え t ディターミナルって言うんですけど、決定詞ですね。決定詞のてあとか、だとかね。この位置に入るやつのことです。まあ複数のものとかにサムがくっついたりとかね。サムとか、エニーとか。などなどです。はい。まあメニーとかもそうですね。スペル似てるんですね。メニー何々、メニーピーポーとか、メニーエンプロイーズ、サムエンプロイズ、ザエンプロイズって言いますね。あ、そっか。皆さんはあれでもね、 母音の前は、ディと発音する。the employees っていうふうに一応なれますもんね、はい。日本ではそう習いれますけど、なれましたけど、なれますけど、けどあのアメリカ人気にしたことないですから、the employees って言いますかね。the apple って言いますから、the apple って普通に言いますからね。はい、これはアメリカ人に説明するといつも驚くの。日本ってこうやって習うんだよって言うと、えぇ、ー、t h は強調するときでしょそれ以外はだでしょって言われたことあります。はい、豆知識。 で、えっ、ー、と、対応する、応対するとか、やり取りするっていうですね。こう、r e s p o n d i っていうんですね。で、まあ、ほら、レスポンで反応するってね、いうやつです、ね、core っていうのが、これ、CO ですね、お互いという意味なんで、はい、お互いに反応し合う。だから、やり取りっていう意味になりますね。はい。で、え、include、include は大丈夫ですか含むという意味ですね。はい、in は中に、clude はこれ、close ですね。閉じるです。こういうふうに語源っていうのもやってきますから、そうすると単語覚えやすくなりますからね。はい。だ中に、 含めてあげる。じゃあ逆は何ですかこうやって閉じたとき中に入れてあげるのが include です。含む。じゃあ逆は排除するってやつですね。排除するは exclude って言いますね。X は外を表しますので。だから閉じて外に出すっていうので排除するって意味になります。はい。あなたのフルネームと社員番号ですねっていうのを含んでください。in any correspondence with ね。はい。このやりとりのときには the administration department ですね。まあ、総務部だったりとか。 でえっ、ー、と、言われるやつですけど、そことやりとりするときは、ちゃんと名前書いて、誰々です。そして、エンプロイーナンバーですね。番号何々ですっていうふうに書いといてくださいねっていうことです。はい。えー、文のね、意味わかんなくても解けちゃうんですよ。だから、コレスポンデンスを知らなくても、ね、えー、あ、品詞でこれだっていうふうに一瞬で解くことができる。ディターミナーの後ろには、絶対にナウン、名詞が来る。 っていうですね。このルールだけで解くことができる問題でした。で、もうちょっと詳しくやっていきますよ。もちろんね、他のこの因っていうのが前置詞だっていうので解いても大丈夫ですね。前置詞っていうのは、絶対に、そう、ま、あれ前に置く言葉って書くじゃないですか。何の前に置く言葉か知ってますそう。名詞の前に置く言葉ですから。必ず前置詞っていうのは、名詞の前に置かれるはずなんですよ。なので、あ、前置詞来てる。 だから、後ろには名詞であるっていうので解くこともできます。はい、エニには名詞じゃない。ね。まあまあ、いろいな文法上ちょっと複雑なんですけど。ね。だから、あ、インの後ろ絶対名詞来るはずだ。ね。っていうので、解いても大丈夫です。はい。というふうに、こういう解き方があるんですよ。だ品詞っていうものを覚えて、品詞がどこに入るのかっていうね、のを覚えていくっていうのが、とっても大事になります。必ず、こういうの知識は身につけていってください。 はいそれでは次の問題にいってみましょう。